動画をご覧の皆様、ご機嫌いかがですかな？藤町俊一でございます。通称おちょいさんと呼ばれております。ちょい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 、まだ自己紹介の途中でカメラアップとかやめてよ。ということでね、今回私がね、皆さんの家にお邪魔したいと思います。では1軒目行ってみましょう。はい、まずはこの人、皆さんご存知のいつしか六歳さんでございます。ああ、ミスターバー、こんにちは、ご機嫌いかがですか？おちょいさんですよ。さあ、ここは六歳さんが編集したりする仕事場ですかね？これからお仕事ですか？おっと、ちょっと腰を痛めてしまいましたね。見られてるとお仕事やりづらいですか？ほうほうほう、これが6歳さんが持ってる iPad ですか。どれどれ、いかがわしい画像とかないかな？ないね、ゲームのスクリーンショットばかりだね。たまにメガネっ子のアイドルかな、これ画像があったりとかね。うん、ああそうそうそう、みんな知ってるよ、もう6歳さんが無類のメガネっ子好きってことはね。いつもこのパソコンで編集してるのかな？今はちょうどシムズの編集中。これから始めるのですね。かしこまりました。それでは、まあ、もうそろそろ私おいとまいたしまして、次のお家に行きたいと思います。では次行ってみよう。はい、お邪魔しますよと、ということでフローレンス・スカーレットさんとね、フィリップ・イーさんの、ルームシェアのお家にお邪魔しております。お話が盛り上がってるとこすいません。おちょいさんですよ。あら、聞いてない。もうずーっとこの二人話してるのね。おちょいさんちょっと飽きてきちゃった。そうだな、おちょいさんは本の虫なんでね、たまにほっとくと本読みたくなるんですね。じゃあ本をちょっと拝借と。あら、そう、中の人の指示で本読んでる場合じゃないと。お話ししてくださいとね。ではまた座りましょう。はい、まあお話が盛り上がってるみたいなんでね、次行ってみよう。ベネット家にやってまいりました。今は奥様しかいらっしゃらないみたいですね。しかしなんだかこの奥様すごく誘惑的でね、胸元がもうね、目がやれないの。もうずっとこの調子、ずっとなんか誘惑的な話でね、なんとなくどことなくもう常にセクシーみたいなね感じで、ちょい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 目のやり場に困っちゃうんでね。そんなこんなで困ってるところに旦那さんご帰宅ですね。旦那さんのアンソニーさんがやってまいりました。ではご挨拶に行ってまいりましょう。アンソニーさんこんにちは。ご機嫌いかがかな？おちょいさんですよ。どうやら今日はエミーちゃんの姿が見えないようですけども、まあ立ち話もなんですから、人んちですけど座りましょうよ。なんか旦那さんもセクシーポーズとってね、なんかここは夫婦揃って誘惑的なのかな。なんかおちょいさん間に挟まれてちょっとドキドキしてきたね。奥さんの方に目やれないのね。おっと、眩しいね。旦那さんもね、結構タトゥー入ってるのね。ミュージシャンに憧れてるのかな。まあそんなこんなでね、旦那さんが自慢のギターを披露してくれるってことなんだけども、私ねすっかり見てなかったのこの時ね。子供番組に夢中ね。おちょいさん子供番組に夢中。またここでね本の虫がうずきだしね、ちょっと本拝借しますよ。これは面白い。ほうほう、こういう本を読みで、まあ本読んでる最中にね、お友達から電話着信ついたんだけども、ムシムシ。そんなこんな言ってたらエミちゃん帰ってきたね。お帰りなさいエミちゃん。早速エミちゃんにねご挨拶しましょうね。はい、本をしまって、エミちゃんこんにちは、おちょいさんですぞ。あ
ーかわいいね、ハグしてくれてありがとう。どうしたのかな、何かな、それはおもちゃかな、おちょいさんに見せてくれるのね。え、幼児はかわいいね、うん、見てるだけでおちょいさんもワクワクしちゃう。うん、また腰に来たね。うん、もうおちょいさんもお年だからね。あれ、どうしたのかな、よち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 歩いていてお母さんのところに行くのかな。ちょっと様子を見てみましょうね。お母さんの方には目やれないね。うん、お母さんの匂いちょっと気になったけども、うん、まあ今はエミちゃんだね。はい、抱っこですよ。もうお眠かな。じゃあパジャマに着替えて、それとなんかいろいろチャレンジする、あの緑色の生物みたいなね、寝巻き着てるね。寝巻きって言わないのかな最近の子供は。おやすみなさい。はい、人の子だけどちゅ。では次行ってみよう。はい、マーティンさんのお宅に着いたところなんですけれども、まあ、お出迎えしてくれたのは、ドラグノフ君ですね。ドラグノフ君、こんにちは。ドラグノフ君、おちょいさんだよ。あ、元気だね。何かお話ししてるのかな、ヘリコプターかな、電車かな。あら、お母さんのアンナさんが登場ですね。お母さんは2人の子供を連れてお兄さんの家にね、居候してる形になりますよ。おじさんのこと知ってるかな。知らなそうだね。じゃあお邪魔しますよ。あらあら、ラリちゃんこんにちは。あら面白い。だけどドラグの服には受けなかったみたいだね。さあ、そんなこんなで、お兄さんのね、お兄さんのオリバーさんとね、アンナさんと、妹のアンナさんと今おしゃべりしてるんですけども、そこにドラグの服もね、よち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 歩いてきたね。さあ3人でお話ししようか。もうドラグノフ君がお話好きなのはね、パトリシアさんじゃないか、それは違うね、アンナさんの血筋ってところなのかな。うん、ところでみんなおちょいさんのこと知ってるかな。ゴミ箱じゃないよ、コメディアンなんだけどね。知らない。はい、ということで、シムズ6歳人生劇場に登場するシムのね、家庭訪問を一通り終えたところで、おちょいさんとね、皆さんで親睦を深めたいということで、このビルの屋上にあるプール付きのカラオケバーにやってまいりましたよ。はい、皆さん水着ですね。目のやり場に困ります。はい、話が盛り上がってるみたいですね。おや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 、エミちゃんがよち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 どっかに歩いていくみたいですけども、どこに行くのかな。危なかしいけど見ててほんわかしますね。お母さんのところかな。あら、アヒルさんの真似かね。かわいいね。お母さんも思わずハグと。ここで、スカーレットさんがカラオケを始めるみたいですね。まあ、ちょうど今回ね、そのカラオケを BGM にエンディングの方に入っていきたいと思います。シムズ4、6歳人生劇場ね、これから8月かな、始まりますのでね、ぜひ皆さんそちらの方をお楽しみに、他のゲームの動画もね、新しい動画アップロードしましたらチェックの方よろしくお願いいたしますよ。そしてあわよくばチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それにしてもこのゲーム、カラオケスキルが低いシムの歌はやっぱり音痴ですな。私もどれ1曲と言いたいところなんですが、私コメディアンなんでマイクを握るとジョークを言いたくなってしまうんですね。ということでね、今回はこのビルの屋上からお別れしたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。藤町俊一でした。バイ。Lauren Garange Pineal. Vombo will be cloned.